Yes! I am! お前なのか！奴のスタンド、ザ・ワールドの正体は時間じゃ！時間を止めるスタンドなんじゃ！ワールド！よっ、アンジェロ。あれ？ねえ、こんな岩あったっけ？ああ、最初はこんな風じゃなかったけどな。最初？まあ、いいか。よ、アンジェロ。許してください。許しはてめえが殺したエンヤバーに来いな。俺たちは初めっからてめえを許す気はないな。ディオから前金をもらっている。それをやるよ。やれやれ、てめえ正真正銘の史上最低な男だぜ。てめえのつけば金では払えねえぜ。中傷だぜ。クラエディオ、半径20メートル、エメラルドスプラッシュを。間抜けな、知るがいい。ザ・ワールドの真の能力はまさに世界を支配する能力だということを。出してみろディオ、スタンド。ザ・ワールド。カケオイン、いきなり吹っ飛ばされている。バカだカケオイン。次はジョータロー。やろう。ディオ。ほう、向かってくるのか。逃げずにこのディオに近づいてくるのか。せっかく祖父のジョセフが私のザワールドの正体を、試験終了チャイム直前まで問題を解いている受験生のような必死こいた気分で教えてくれたというのに。近づかなきゃてめえをぶちのめせないんでな。ほうほう、では十分近づくがよい。呪い呪い、ザ・ワールドは最強のスタンドだ。時間を止めずともスピードとパワーとて、お前のスタープラチナより上なのだ。俺のスタープラチナと同じタイプのスタンドなら遠距離へはいけないが、パワーと精密な動きができる。貴様よりどのぐらいザ・ワールドのスタンドパワーが強いかちょいと試してみたかった。ま、試すほどでもなかったようだが。試すっていうのは傷にもならない、撫でるだけのことを言うのか。2万円の下ズボンが破れたがよ。どうしてジョースター家というのはこう負けず嫌いなのだ。くだらん挑発に乗ってやって、もうちょっとだけ試してやるか。ラッシュの早くらだ。ディオ。7秒経過。
出不可能よ。シーザーズ！ここは敵地、どこかにワムーとカーズが潜んでいる。しかし二人は感情を抑えきれなかった。ジョジョは叫んだ、シーザーの名を。リサリサは流した悲しみの涙を。けれどもシーザーの名を呼んでも帰ってくるのは残酷な静寂だけ。シーザーは死んだのだ。ジョジョとリサリサは静寂によってこの事実を実感した。その身尽きてもその魂は死なず、シーザー・ツェペリンここに眠る。死ねえ！答えねえっつうんならよ、もう片方の目の心配もしていた方がいいなあ、ズッケーロさんよ。なっててめえ何しやがるんだ。ああ、どうしてくれるんだこのガキ。弁償できんのか。400万リラのスーツだぞ、わまたれだら。敵だなてめえ。何？敵か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 じゃ。うら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 。そんな美味しい話があると思うのか、お前のような人間に。なんてひどい野郎。ダム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